テレビ朝日出川一茂ホラー不思議の会の28日深夜放送に5トーチ調味料研究家を名乗るタレント椿原愛が登場。長嶋一茂とホラン選手が椿原をめぐってバトルを繰り広げた。この時は宮城県大崎市の醤油ベースの発酵調味料よっちゃん南蛮を紹介し、アレンジレシピなども振る舞ったが、28日放送では一茂はよっちゃん南蛮を覚えていないとし、私になぜそこの記憶がないか存じですか、あなたをずっと見てるからですと熱烈ラブコール。実は絶対味覚のタレントとして登場の際、椿原はミックスジュースの中身当てに挑み、正解率が 42% だった。一茂は今だかつて4割2分打ったバッターはいないから、野球で言うとそういうことになるよねと椿原をフォロー。